い、こんにちは。日本改革党楠澤です。友千代様、上総介様、太郎に勝代様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金と、河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。とお手紙いただいちゃいました。なんかつい最近までですね、旦那さんがですね、北京に1年半ほど赴任してたという方なんですけれども、なんかあのコロナであんまり出歩けないで、いたそうなんですけれども、よかったですね、逮捕されなくてね。日本人と見るやなんとなく逮捕するのが今の中国ですんでね。それによりますと、あのあちこち行った、コロナが明けて外出できるようになってからあちこち出かけたそうなんです、その旦那さん。そうするとですね、日本人がこんなひどいことをしたとかですね、中国人がこんなことを日本人にやられたっていう史跡とか石碑とかあちこちで目にするんだって。こういうのを信じちゃって人民はその通り鵜呑みにしてんだろうなっていうですね。あとですね、北京はすごく空気が悪くて、女の人でもなんでもそこら辺中で痰吐いてんだって。まあ空気が悪いですからね、痰も絡むんでしょう。やだねーということで、お手紙ご紹介いたしました。永住資格取り消し発動条件に禁錮刑、故意の税金や社会保険料滞納、脱税の他にですね、在留カード不携帯も含まれておりました。 NHK のニュースで発覚しました。世論です。義務なら仕方ないよね、常時携帯ぐらいなんてことないだろ、当然の義務でしょ。嫌ならパスポートを携帯しなよ、当たり前だろ、免許を持たずに運転するようなもの。今までが特別待遇すぎて反動がでかい、激ヤマで運用して舐められてたのが異常だから。米国は在留カード不携帯で20万円の罰金で、提示に応じない場合は1年以下の懲役刑となる。免許保険証クレカ診察券とか普通に財布に入れて携帯してるけど、永住者だろうが滞在者だろうが、外国人は在留カードを常時携帯する義務があるんだって。じゃあ仕方ないよね。つべこべと文句垂れる外国人と思われる投稿かなりありましたけれども、こんなの憲法違反だ。どこがどう憲法違反なんだろう、全然わかんないですね。最大限人権尊重とか、その差別をしないであるとかはあれだから、日本人はってことだから、外国人はどこの国でも外国人を区別するっていうのは当たり前のことであるし、こんな国いられるかなんてとこもありましたけど、いてくれって全然頼んでないね。文句言いながら日本に住むのは辛かろう、引っ越した方が身のためではないか。入管法改正後もですね、うっかり不携帯で永住資格取り消しはしないんじゃないかな、ことなかれの自民党が。その場合はですね、保管場所に案内して最終的に在留カード提示できれば、いいんじゃない、なかろうか。提示できない、あるいは期限切れだった、イコール不法滞在者なので永住者とはまた扱い違ってきますよね。現在永住者は88万程度、88万人程度います。そのうちですね、約29万人が朝鮮韓国系の特別永住者、いわゆる朝鮮戦争難民っていう建前、入管 Q&A、 在留カード不携帯で特別永住資格も取り消しですか。答え、特別永住者は常時携帯の義務ありません。あ、そうなんだ。ただし入管職員などは提示を求められた場合は、保管場所まで同行するなどして提示する必要があります。提示しなくていいっていうことじゃなくて、常時携帯の義務はない、特別永住者は特別にってことらしいんですけどね。特別永住者は在留カード常時携帯の義務免除、なんだその特別扱いは、特別だからしょうがねえのかな気もしますけど、特別永住者はですね、朝鮮戦争難民っていう属性がついてるんで、扱いも特別らしいんですけど、まあまあ不公平ですよね。朝鮮韓国系の特別永住者は日本人以上の少子化でじりじり数を減らしておりました。
すごい減り方だった。30年前、1994年、68万人、20年前、46万人、10年前、35万人、現在29万人。これまあ帰化したり亡くなったりとかですかね。あとは特別永住者が日本人と結婚して生まれた子供は特別永住者じゃないもんね。日本国籍も持ってる二重国籍状態になるからね。何もしなくてもそのうち自然消滅しそうですね、この分だとね。自民党は何もせずそれ待ってんですかね、ひょっとしてね。事流れで何もしたくねえっつって。非常事態に政府が自治体に指示できる地方自治体法改正案が委員会通過。指示権発動の条件はですね、国民の安全に関わる重大事態が発生し個別法で対処できない場合だそうであります。委員会で山田博さんが発言してるのを見ましたけど、あ、なるほどなと思いました。これに共産党が大反対。狙いは戦争する国づくり。なんでだ。住民の意思を無視して有無を言わさず自治体や住民を国に従わせることは許せないだそうで、地方自治を根底から踏みにじるものなんだって。共産がそう思うんだって。デニー使って基地移転を妨害させたりね、川勝使ってリニア妨害できなくなるんじゃないかって恐れてらっしゃるみたいなんですよね。引き合いに出してましたんで、世論です。よほど都合が悪いようだ。いやほーい軍屈が共産党の悪意しか感じられない。共産党には不都合でしかないもんな。民主集中制に言われても赤旗が反対するなら推進しなくちゃ。こういうのが今までなかったのが不思議。みんな知ってる共産党の逆が正解。支持権発動は地震など災害、伝染病蔓延、戦争などで自治体の議会が開けない、国会が開けない、市長、知事とか市長ね、や議員や職員が行方不明などを想定しているとありました。山田博さんもそんなことを説明しておりました。今までこういうのがなかったんで、知事とか市長の要請なければ自衛隊が災害出動できなかったんですよね。なんだそれっていう話なんですけど、住民の意思を無視して、とかほざいてますけど、民主集中制とか言って独裁主義を抱えるですね、共産党に言われたくない。な、住民の意思を無視してなんて独裁掲げてるとこに言われたくないと。この記事もですね、赤旗なんで治療不可能な党員向けのサービス記事なんですけどね。そういう連中はですね、共産党が独裁とはみじんも思ってなさそうですもんね。実質緊急事態条項と言えそうな法改正なんですけどもね、緊急事態条項で独裁政権ができるってものすごい心配している方がたまにいますけど、緊急事態条項がない国日本ぐらいだからね。緊急事態条項ない国日本ぐらいだからね。全世界のほぼ全ての国にあっからね、それら全部が独裁になっているというとそうでもなく、内閣府女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム発足。男女の賃金格差が大きいから地方から若い女性が流出するのでは。実態調査を提言いたしました。世論です。地方は金持ってる男少ない。都会で金持ち男を捕まえたい。田舎って本当に女性の仕事ないからな。かといって都会では男女が結婚しているかといえばそうでもない。単純に女性は都会で行きたいってだけですから。製造業以外で地方に雇用を作らないと無理。これもだから女性の賃金もっと上げろって結論ありきのプロジェクトチームなんでしょうけれども、女性が家庭で輝かず社会で輝いていたら子供増えっこねえんだからな。少子化は国難だって言ってる口で陰でこういうことやってんだもんね。女性が家庭で輝くためには男の賃金上がらないとダメなんだわ。自民党はね、外国人労働者せっせせっせと輸入して賃金下げてんだもん。ダメですね、ダメダメですね。これ経営者側がパーケン買ってくれるから、経営陣が
献金くれるからっていうことでこんなことやってるんですけどね、地方には女性の仕事ほんとないっすもんね。特に勉強を積んだ才女の仕事がないんですよ、これは男もなんですけど、男もね院まで行って博士になりましたっていう男の仕事ない、地方に、テレビのキー局が全部東京にあってですね、東京の華やかなことばっかり放送するのも原因の一つと思われますね、なんとなく東京だとなんとかなりそうな、あと華やかだしね、今年4月に行われた省庁のキャリアと呼ばれる幹部候補生、幹部候補、総合職試験合格者は1953人、そのうち東大出身者は189人で過去最少だったそうであります。官僚って職業が東大生に選ばれなくなっている、らしい世論です。ブラックと知れ渡ったもんな、そりゃまあなりたくねえわな。バカな議員の相手が嫌なのでは。簿記3級程度を理解できない東大法学部卒が借金連呼で財務省のトップという、今の東大生の間では戦略系三大外交を目指すのがトップエリートなんだとさ、戦略系外交って外資系コンサルティングだそうです。俺も初めて知った、戦略系あと何系があるんだろう、全然わかんねえ、それがトップエリートなんだって。まあ外資系っていうとですね、入社1年で、最初から2000万なの3000万なのもらえる場合あるしね。その代わり来年からおめえ来なくていいってすぐ首切られますけど、SNS その他で官僚のブラックぶりが知れ渡っちゃいましたからね、仕方ないですよね。あと自殺も割と多いって言うんですね。何親族の期待を一心に受けて辛くてもやめらんねえって言うんだよ。なんかね、親戚一同すごいわね、何々ちゃんは、経産省にお勤めでる。あとですね、女性記者にセクハラして辞任した財務省トップだとか、影麻雀の佐川税務局長だとか、程度が低い連中が目について絶望してんでしょ。偉い方でもこれがよみたいな。それと最近ではですね、財務省に勤めせますって言うとですね、どうせずるいことやって私服肥やしてるんでしょとか、税金くすねてんでしょって思われそうで胸張って言えない雰囲気なんじゃないのかな。官僚に限らず少子化でですね、今の22歳の中からだけ選ぶってことが困難になってきてんじゃないでしょうか。三菱 UFJ もですね、新卒400人中途採用700人、新卒より中途を多くしましたんでね、採用目標にね、元大蔵官僚の高橋陽一さん、簿記3級程度の経済も理解できていない東大法学部卒が財務省トップになって国の借金がーってやってるらしいです。私昔からですね、経済学部が文系なのが前から疑問なんですよね。経済学部って数字やデータを扱う勉強じゃないんですか。言葉じゃなくてさ、単語じゃなくてさ、だから前からなんで理系じゃねえんだろう経済学部はって思っております。そうしてみたら財務省に東大法学部が行くっつうのもおかしいんだよな。数字扱えよ財務省だったらさ。千葉県大網白里市役所で生活保護費をめぐって男数人が騒ぎを起こしている通報を受け、駆けつけた警察官が26歳無職男性に殴られ男逮捕。警察官は口の中切ったが軽傷だそうであります。世論です。暴れられるぐらい元気なら働け。26歳で人生終了、世間様に迷惑かけんねん。そんな元気あるなら働け、パワーあり余ってて草。体が弱い方の働けないじゃなくてですね、頭が弱い方の働けないかもしんないですね。生活保護者は無敵ですから、警察官も注意して声かけないと。58歳警察官は災難でした。まあ男数人が騒いでるって、そいつが26歳が大騒ぎして、それをまあってやってるのが数人ってことだったんですかね。なんとも早あなね、市役所で暴れてんじゃねえって話ですね。これあらゆるカスハラ、客の難癖、あらゆる場面で
禁止する条例今度できるみたいなんで、東京都はね、東京都はこういう市役所の窓口で、大声出したり怒鳴ったりするのもダメになって思いますよ。まあホワイト化、世の中全部ホワイト化ってことですかね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと無料のメールマガジンもできましたんで、そちらもお気軽にご登録ください。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。